ちょっと気になってることがあるんですけど、羽生選手ね、引退してからどうもイリア・マリニン君に対してちょっと批判的な人が一部いるのかなっていうのを気づき始めていてですね、ちょっとショックを受けてます。イリア・マリニン君は4回転アクセルが決まりそうで、かなりやばいことになっているんですけど、羽生君と同じく4回転アクセルを挑戦しているというところで、結構比較もされたりとかしててですね、ちょっと並ならぬ雰囲気を感じていてですね、大丈夫かなと思うんですよ。で、これからイリア・マリニン君がもし4回転アクセル試合とかで決めてきたら、ちょっといろいろ問題が起きたりとか、ちょっとそういった予感を感じさせるので、ちょっと僕の方からね、ちょっとお話ししていこうかなと思っています。はい。まずね、イリア・マリニン君の4回転アクセルについて、スキッドであるとか、ちょっと不完全なんじゃないかなとかって言ってる人いるんですけど、それは僕、真っ向から反対したいと思っています。はい。というのも、なぜかというと、別にこれ、ちゃんと見てても、スキッドには見えないですね。これスキッドだとしたら、ほとんどのトリプルアクセルやってる人スキッドだと思うし、真央ちゃんだってもうちょっとスキッドなんじゃないかなと僕感じちゃいますからね、だとしたらね。これぐらいのスキッドはね、もうこれは先生も普通に教えてますから、特にスキッドになってないし、マリニー君の4回転アクセルスキッドとかね、言ってる人いるみたいなんですけど、全然スキッドには見えないですね。これくらいでスキッドなんて言ってたら、とんでもない、どうしようもないことになっちゃいますよ。別にスキッドだとは僕は思わないです。で、これからもしマリニン君が4回転アクセルを決めたらね、そしたらまたいろいろ文句を言われたりとかっていうのはあるので、ちょっとそれを僕は心配してます。これね、宇野くんのね、4回転フリップのそのプレロテの件とかもそうなんですけど、毎回何回も言ってるんですけど、なんでそんなことをずっといつまでも言うのかなっていう心配で、だからその羽生君がその、プロに転向してからね、現役というところからは引退というした後に、ちょっといろいろその、なんかそのなんだろうもう羽生君が引退というかプロ転向したから、もうあまり僕のチャンネルは見ていかないとかね。いいんですけど、別にその、なんだろう羽生君の引退とともにそれ言わなくてもいいよって思うんですよね、僕ね。すごく思うんですよ、本当に。もうはっきり言って、別にこれからも羽生君のプロ転向してからのそのプロの話とかね、これからどんどん盛り上がっていく、それはまた違う世界じゃないですか、またちょっと現役のね。でもちろん試合もそうだし、羽生君がこれから活躍するであろうその舞台っていうのも、とても面白いんで、見ていくし、だから別にこれからも引退したからでカブくんテレビでは羽生君の話もするしね、するし、それはそれでまた現役の選手たちとは違ったね世界でやっていくと思うので、今から現役で活躍していく、宇野君、鍵山君とか三浦佳生さんとか佐藤駿君とか男子はじめとして、イリア・マリニン君を止めろということで、そんな感じで、楽しく現役の方でも見ていくし、一方羽生君はね、プロ転向してからいろいろ照明とかいろんな勉強もされてて、ダンスの勉強だったりとか、フィギュアスケートを超えていろんな活躍をしていくわけで、そっちはそれ面白いですよ。だから別にその羽生君がプロに転向したとか現役を引退したからって言って、別に僕は羽生君の話をしなくなるかって言ったこと、そういうこともないし、面白いかなと思うんですよ。もちろんね、フィギュアスケートとは全く関係ないことが始まったりとかね、ってなってくると、ちょっと話はしづらくはなってくるとは思うんで、僕は基本的にフィギュアスケートの専門な部分が多いのでね、どちらかというと。でもずっと羽生君を皆さんと追ってきたということもありますので、これからも引き続き追ってきますよ、僕は。引き続き何にも関係なく追っていくと僕は思うので、楽しみかと思うんですけど、ただね、イリア・マリニン君を下げてる人がいるんですよ。それは違うかなと思います。スキッドでも何でもないし、スキッドとかプレロテとかって言われると、ちょっとレベルが魅力が下がっちゃうみたいなのあるんで、よくないんですよね。はっきり言ってよくないんですよ。だからあんまり言わない方がいいんじゃないかなってちょっと思うんですよね、僕の意見としてはね。確かに PCS っていう面に関してはまだ伸びしろがたくさんあると思うんですけど、そんなのはもうこれから時間の問題だと思うし、ね、本人が一番分かってることだと思うんで、これから徐々に頑張っていく。でもこの時点で
もういろんな4回転の他のジャンプ、ルッツであったりとかね、うん、まあ、そのサルコー、もちろんトーループとかもそうですけど、そういったジャンプを決めて、安定を出しておいて4回転アクセルの挑戦ですから、まあ、とても地に足がついてると思うし、まあ、この年齢でそこまでレベルが高いこと、4回転アクセルなんてもう人類ができる技かなっていうところからの、あの、まあ、羽生君の4回転アクセルとかも、あの、興味を持って、その憧れを持って、マリニン君も4回転アクセルも挑戦してですね、まあ、できてきてるよっていうところがあると思うんで、うん、あの皇帝プルシェンコさえでもね、命に関わるんじゃないかっていうぐらいの難しい、本当に危険な4回転アクセルを 短期間でね、いとも簡単にっていう言い方ですけど、ね、あの練習で決めちゃっているわけですからね、うん、だから、まあ、そういった意味では、うん、まあ、すごいと思いますよ、僕は。